おい、そこの貴様、俺たちが見えているか。なぜ何も答えない。貴様に聞いているんだぞ。モニターのそっち側にいる貴様にだ。ふっ、間抜け面をしようってつまらんやつだ。貴様からだと俺たちはテレビのモニターの中にいるように見えるだろうな。だがそれは大きな間違いだ。モニターの中にいるのは貴様なのだよ。貴様が現実だと思っているその世界は、実は全て虚構。もちろん、貴様自身もな。真の現実、それはこちら側にある。自分が何を指摘されているのかすら分かっていないか。無理もない。まあいい。貴様には分かりやすく俺たちのことについて説明してやろうではないか。まず俺たちがいるのはどこかということだ。ここは東京秋葉原にある未来ガジェット研究所だ。俺たちは普段ラボと呼んでいる。世界の支配構造を作り変えるという我が野望の拠点だな。そうなんだ。悪いことしちゃダメなんだよ、オカリン。まあ、入りは少し黙っていろ。駅から出たら中央通りを進み、末広町駅の交差点を蔵前橋通りへ左折。次の信号の一歩手前の路地を入ると、大檜山ビルという古臭い雑居ビルがある。その2階に、我がラボは今日構えている。目印は、ビル1階にあるブラウン管工房というマニアックなテナントだな。今時、旧式のブラウン管テレビだけを扱っているショップだ。いかに電気街である秋葉原といえども、需要があるとは思えない。さびれた店なのだ。だが、ブラウン管工房店長である天王寺というおっさんは、このビルのオーナーでもある。ゆえに、今野球ピッチで都市開発が進み、地価も高騰しているこの秋葉原であろうと、道楽丸出しの店を構えていられるというわけだ。幸いにもあの店長は人を見る目はあるようでな。この俺のカリスマ性を見抜き、ビル2階を丸々ワンフロアただ同然で貸してくれたのだ。ふわっはだが未来ガジェット研究所は深刻な人材不足のため、優秀な研究員を随時募集中だ。今のところ所属研究員は。オカリン、オカリン、そこはラボメンって言わなきゃ。所属研究員じゃなくて。ラボメン、すなわちラボラトリーメンバーは俺を含めて3人である。ラボメンナンバー001、ラボ創設者にして狂気のマッドサイエンティストであるこの俺、ホーイン・キョーマ。オカリンって呼び方の方が可愛いのに。そしてコスプレが趣味の高一点、ラボメンナンバー002、シーナ・マユリ。てってれー、マユシーです。着るんじゃなくて作るのが趣味だよ。最後にスーパーハカー、ラボメンナンバー003、橋田イタルだ。スーパーハッカーって呼ぶなよ。スーパーハッカーだろ、ジョーコー。そんな我々3人で構成される未来ガジェット研究所の活動内容は、そのものズバリ発明である。詳細は我がラボのホームページを見てくれ。もちろん闇の支配権力と戦うための未来ガジェットが最優先事項だが、その研究から派生する副産物的な発明も多い。というか、今のところはそっちばかりだ。
すでに我々は8つの未来ガジェットを完成させた。だが、これはまだ序章でしかない。未来ガジェットのアイデアは、俺の中に108まであるのだ。某テニス漫画みたいにですね。わかります。人の煩悩の数といえ、このアットチャンネルのおめ。それと、俺が話しているのだから口出しをするなと言っているだろ。そもそもオカリン、さっきからなんで独り言喋ってんの？独り言ではない。見てわからないのか。俺は今、モニターの向こうにいるこいつに話しかけているのだ。あ、今その人、にやりって笑った。おのれ貴様、何を笑っているのか。モニターの中の存在のくせに。こっち見んなって言ってやれば。通じないんじゃないかな。俺たちに話しかけられていることにすら気づいていないらしいな。自覚がないというのは実に不幸なことだ。その人にしてみたら、マユシーたちがゲームみたいに見えてるのかな。そいつには現実なのかゲームなのかっていう発想さえないんじゃね。んじゃあ、ダル君の大好きな二次元の女の子たちもそうなの？それは別。あの子たちは僕の嫁だから。ダルの嫁の話はどうでもいい。でもさ、マユシの言ったことって興味深いテーマじゃん。もし仮に僕たちがゲームの中の住人だとしたら、それを見極める術はあると思う？ないな。即答かよ。ゆえにそのような議論は不毛。世界の支配構造を打ち砕く方法について考える方がよほど有意義だ。中二病オツ。黙れスーパーハカ。俺は中二病ではない。ほーい、今日まだ。そういう設定っしょ。やれやれ、ダルの人とのコミュニケーションの取れなさはどれだけ経っても治らないな。アニメのオフ会じゃ僕がいつも場を盛り上げてるっつうの。で、オカリン、アルパカマンは反応したん？いや、全然。この不愛想アルパカだが。修理できるか聞きに行かなければ。
消えた。どうかした？人が消えたよな。消えただろ、今目の前で。マユリも見たか。見たよな。見てない。見てない。見ていない。見ていないのか。だってついさっきまでここにはたくさんの人たちが歩いていたんだぞ。歩いてたかな。それに店員まで消えている。こんなことはいくらなんでもありえない。それは仕方ないと思うよ。とにかくね、最初からこの辺には誰もいなかったよ。あ、そっか、オカリンは幻を見てたんだね。きっとこの暑さのせいだよ。ルッテルそもそも、あの人工衛星は一体なんだ？マユリ、あの人工衛星だが。しただと。何がびっくりしたのだ。ドカーンってすっごい音がしたもん。あの人工衛星は落ちてきたのか。来たのかな。宇宙人さん乗ってるのかな。はそこの君たち、ここで何をやっているんだ。ここらは今立ち入り禁止だ。すぐに出て行きなさい。ごめんなさい。それより制服警官さん、仮にあなたを警官 A と名付けるが、一つ聞きたいことがあるんです。警官 A って。今ここで数千人の通行人が一瞬で消えたんです。あなたも見ましたよね。見ていない。いいから早く出て行け。さっきから何をバカなことばかり言っているんだ。そうか、そういうことか。これも全て機関の隠蔽工作ということだな。警察にすら圧力をかけられるということは、この国の中枢ももはや奴らの手の内にあるということ。なんということだ。
だが俺の目はごまかせんぞ。いつか必ず奴らの所業を暴き、その支配構造に終止符を打ってやる。頭脳労働の後のドクターペッパーは相変わらず最高にうまいな。コーラの方がよくね。オカリンは本当にドクターペッパーさんが大好きだよね。この知的飲料の良さがわからない奴は人生の5分の1を損しているぞ。うわ。ダル、計画は順調に推移しているか。え、計画って何ぞ。計画は計画だ。8号機の挑戦以外に何があるというのか。ああ、そのこと。いきなり計画とか言うから何事かと思った。そろそろお前との付き合いも3年半ほどになる。高2の時はクラス別でほとんど喋んなかったじゃん。だから実質2年半じゃね。細かいことはどうでもいい。それほどの付き合いの長さなのだから、いい加減俺の会話についてこられるようになってくれ。それは無理。うん。それで8号機の不調の原因究明は進んだか。いや、まだ。マユシがやった状況を再現して何度も実験したけど、冷凍できたりできなかったりだし、バナナを冷凍してみようとしたらさらにへんてこなことになったし、さっぱりわかんない。マユリ、マユリ、ここにバナナを持て。またゲルバナ作るの？前から気になってたけどさ、マユシ、ゲルバナって略さないでくんない？だってね、ゲルバナはゲルバナだもん。なんでいつもいつも一房丸ごと入れるの？もったいないよ。ケチケチしていては機関との戦いに勝利することなどできんぞ。バナナはマユシーが買ってきてるんだからね。おかげでマユシーはちっともバナナが食べられません。次からは1本ずつ使うことも検討しておこう。
RENG、 こちらは電話レンジかっこ仮です。マユシーの声聞こえてきた？少し黙れ、マユシーガイダンスが聞こえなくなる。こちらからタイマー操作ができます。シャープボタンを押した後、温めたい秒数をプッシュしてください。例えば1分ならシャープ60、2分ならシャープ120です。綺麗なターンテーブルだろう。普段と違って逆回転してるんだぜ。それ何？逆回転？そこに重大な意味があるかもしれない。量子の振る舞いにも影響してくる問題であり、フントの規則を導入して。あるわねえよ。ないか。ないね。そうか。ゲルバナの出来上がり。ダルよ、このバナナ食べてみようとは思わないか。思うはずだ。我らの理念達成の犠牲となり散ったダルに敬礼。すげえまずそうじゃん。味は関係ない、食べることに意味があるのだ。さあダルよ、遠慮することはない。骨は拾ってやるから思い切ってズズイと行くがいい。いらね。ではマユリ、お前にその名誉を譲ろう。なんかね、ゲルバナは中身がデロデロでブニュブニュだったよ。味もしないし、全然美味しくなかった。デロデロでブニュブニュか。ダルよ、どう思う？ブニュブニュバナナか。ブニュブニュのバナナ。マユシー、あなたのバナナブニュブニュだねって言ってみて。ダルくん、ダルくん、鼻血出てる。いいから言ってみてください、お願いします。あなたのバナナブニュブ。言わせるな、低能ガク。ゲル状になったということは半固形、すなわち分子同士の結びつきが弱くなっている可能性がある。そうか、わかったぞ。俺たちは冷凍機能だと思い込んでいたが、実は違ったのだよ。さあお前たち、なんだってと叫ぶがいい。ここは叫ぶところだ。冷凍機能じゃないのは分かってるっつーの。問題は、じゃあこの機能って何ぞ、何が起きてんのってことじゃん。冷凍の逆なら解凍じゃないのかな。実に愚鈍な意見だな、マユリ。それでは普通の電子レンジと同じではないか。じゃあどういうこと？それが分かんないから悩んでるんだお。うん、
ご覧ください。秋葉原駅前のビルに謎の巨大物体が墜落しています。現在警察による規制が敷かれ、ビルの前まで行くことはできませんが、遠くから見る限りでは墜落した物体は人工衛星のように見えます。ダルはラジカンに見物に行かないのか。どうせ行っても見られないっしょ。もちろんネットに上がってくる情報にはほぼ目を通してるのだぜ。パッドちゃんのスレ数100超えたし、勢いすげえ。涼しい、生き返るぜ。あばば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 。電話レンジ過去仮の件だが、俺は答えを導き出したかもしれん。その過去仮って面倒いからいい加減やめるべき。そんなことは今はどうでもいい。お得意のとんでも理論でもひらめいちゃったん？何を言うか。俺はいつもこの世の真羅万象すら超越したあらゆる可能性について思考を巡らせているのだ。とんでもとか言うな。神羅万象を超越って、つまり何でもありってことじゃね。理論ってレベルじゃねえぞ。ダルよ、電話レンジカッコ仮はシュタインズゲートを開く鍵だという気がするのだが、どう思う？そのシュタインなんとかってところからして意味不明なわけだが、何か。いった。貴様は死んだはずだ。なぜここに。しかも。無傷。無事だったのか。怪我は平気なのか。いや、そんなはずはない。マキタクリスは何者かに刺されて血まみれで。またその話かよ。またその話とはどういう意味だ。だって一週間前にも僕にそんなメール送ってきたじゃん。メール？俺が？何よバカな。マキセ・クリスが殺されているのを見たのはほんの3時間前だぞ。ちょっと勝手に殺さないでくれますか。私ピンピンしてますんで。そういえばあのメール変な感じだったな。送信日時が1週間後になってて、つまり未来から来たっつうか。未来から来た。
ネットで妙な考察サイトでも見たのかだる。お前がとんでも理論を言い出すのは珍しい。違うがな。確かにメールの日付は1週間後の28、あ、そっか、28日だから今日じゃん。これは3時間前に誰に送ったメールだ。興味深いわね。ある。実体がある。やはり幽霊だというのは考えすぎか。オカリン、まずくね？おい、